皆さんこんにちは。さあ今日はですね、稚内市内は、非常にね強い暴風雪の中にね、ありまして、すごくね風がね、あの横殴りの風っていうんですか、風速15メートルくらいの強力なね、風がガンガン、吹いて、雪もねめちゃくちゃ降って、街中すごいことになっています。で、ですね、この前買ったオズモアクションあるじゃないですか。今これとあのジンバル G6 マックスね、この2つを、今ねちょっと外を出てね試してるんですが、映りとかはねどうでしょうか。まあ音はね別撮りなんですけど、結構ねあのもう雪と風がもう、常時顔とかねあれにカメラとかにねガンガンぶつかってるような状態ですけど、このオズモアクションはね録画バッチリされてると思います。で、G6 MAX もねこれ、スプラッシュプルーフ生活防水っていうかね防塵防滴かながついてるんで、こういったね、ロケーションっていうんですかね、雪の中とか吹雪の中とかでもねバッチリ動画はね撮れてるかと思います。ちょっと画面前に切り替えてみましょうか。さあ今画面をね正面の方に、切り替えましたが、どうですかね、外の風景とかこれ見えますかね。今ねすごいこうこっちから風が吹いて、雪のねこうなんていうんですかね、粒子が、すごく巻き上げられて視界は非常に悪いです。で僕も今ねバックパックの方に、ビーコンライトっていうんですかね、ちょっと今口回らないや、はい、そういったねあのフラッシュライトをね、点滅させて歩いてるんで、まあ、多少視認性は良くなってるんですが、今市内全域はね警報出ていまして、まあ、不要不急の外出は避けるようにと、すでに出ています。まあそれなんでねあんまり僕もこう長居はする気はないんですけど、ちょっとねこのオズモアクションと G6 MAX こういった状況でね動画が撮れるのかどうかっていうのをねちょっとチェックするためにも、ほんの少しで外に出ています。で今ね足元、向けますけど、はい、ほとんどねこれもう雪かきが行われていなくてですね、僕のもう、そうですねくるぶしかな、はい、そのくらいまでね、雪が足首もね完全に埋まるくらい雪がねもう積もっていて、歩くのがね割と辛いです。はい、で今正面はもう一回向けますけど、今ね、雪かきのためにああいった重機もね、みんな出払っていまして、風がねとにかく強い、もうね風が強いというか痛いですね本当。まあ、さっきもいたんですけど、氷のねこのちっちゃい粒、雪の粒がねその顔にまるでこう散弾銃みたくバン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 当たって、なんだろう、研磨されてる感じっていうんですかね、まあ、なんかあのサンドブラストかけられてるみたいにね非常に痛いです。うわー、ちょっと辛いので反対の方行きましょうか。はい、今こんな風にしてね時折すごい風が吹いてね、あの雪とかねそれが全部下から巻き上げられています。こうなってくるともう本当視界がねもう悪くてほとんど前はね、見えないというんですかね、まあ、まだ今はちょっとマシな方なんですけど、ちょうど1時間くらい前までは視界が10メーター先も、まあ、見えないくらいひどい天気でした。で、足元とかもねこれ今お見せしますけど、さらに、雪がねこう積もって、まっすぐね歩くのが結構こうね、大変な状態です、まあ、あんまりこれ以上、先の方に行かずに、ちょっとこの辺のね様子でも、撮ってみましょうか。で今ね、外出てからだいたい5分か6分くらい、経っているんですけ どあのカメラとかの方はねどうでしょうかね。これまだ僕の方プレビューしてないんで何とも言えないんですけど、まあ、少なくとも、まあ、雪とかそういったものは、まあ、レンズにつきますけど、正常に動いていますね。もうカメラの、ね、表面っていうのは、氷でびっしり覆われてしまって液晶もほとんどねもう見えないような、状態なんですけど、いやそれでもねすごい G6 MAX もこのねオズモアクションも全然もでなくね動いていますね。で今ちょっとこれ横見せますけど、ほらもう住宅とか家はねこの雪がバン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 押し当てられてきて、あんな風にねもう真っ白く家がね、
なってしまってますね。であれがねもっともっと激しくなってくると、あの換気扇じゃないや、通風口とかそういったところのね、穴とかもねこの雪で塞いでしまって、ストーブとかつけるとねちょっと危険な状態になったりもねたまにあるそうです。はい、いやそれにしてもすごいな、久々にこんなに吹雪いたな。うん、でもねもう今度からは全然こういった状態でもねカメラはね、うん、全問題ないですね本当。いやコズモアクションちょっと本当これは買ってよかったなって思える瞬間ですね。こんなねあの厳しい自然環境の中でもこの G6 MAX とコズモアクションであれば全くね問題なく動画を撮ることもできます。まあもちろんその安全とかそういったものはねしっかり気をつけてやることが一番なんですけど、なかなかねほらこういった映像って、まあ、仮に本当にすごい吹雪いてる、うわすごいなんかもう変なことになってるなってなっても全国ニュースなんかじゃまず取り上げられないんですよね。まあ、道内のニュースでちょっと出るかなくらいだと思って、映像の記録としてもねなかなか残んないんですよね。でまあね、あの他にアップロードされてる方もいるんですけど、どうしてもちょっとスマートフォンとかそういったところでね撮ってるんで、ちょっと映像のねクオリティとかそういったものがまあ、厳しいかなっていう、ところがあるんで、こういったアクションカムとね、防水防塵のねジンバル、この組み合わせはちょっとあれですよ皆さん、あのスキーとかねあとウィンタースポーツとかあとこういったねあの記録映像とかね撮る方すごくねおすすめです。いや本当前何も見えなくなっちゃいましたね。あーすごいな、まあ、もうちょっとだけ歩いてみますか。うん、で音の方はねどうかな、そこはさすがにね、いつも使ってるピンマイクなんでもう風の音とかはね激しく、入っちゃってると思うんですけど、まあまあこれはね後で編集してなんとかかんとか使える状態には、しときます。でもう、まあ、もうこう対向車とかみんなねヘッドライトつけてもうゆっくり走るしかないですよね。でも全然皆さん普通にね市民生活というのかな、そういったものをね送っています。本当北国のね強さですよね本当。はい、さあさあ、はあ、今ちょっとだけ風が和らぎましたね。もうねここの辺ほら見えます、でっかい吹き溜まりができてもう足首どころか太ももの方まで、雪にねこうすっぽりと足が収まってしまいます。なんでねいつも本当簡単に歩くようなまっすぐの道も、すごい体力を使いますね。よいしょ、でカメラを前に向けてと、はい、いやさてさて、じゃあそろそろねちょっと家の方にねこれ戻って、映像の方をねチェックしてみようかなってね思います。さあということでねどうだったでしょうか。いや本当この G6 MAX とね、このオズモアクションですか、この組み合わせはね本当にね素晴らしいのでね、これめちゃくちゃおすすめです。まああまりこういったねひどい天気の中で動画撮ることってないとは思うんですけども、そういったね過酷な環境でも見事にねこの組み合わせはね、役目を果たしてくれるので、皆さんも機会がありましたらねこのオズモアクションと G6 MAX を検討してみてください。ここまで見ていただきありがとうございました。この動画が、ね、皆様何かの参考になれれば幸いです。で今後もですね、こんな感じでちょっと北海道の、ね、面白い景色とか面白いかどうかわかんないですけど、ちょっとありましたらねどんどん撮っていくので、チャンネル登録してくれると嬉しいです。では次回の動画でお会いしましょう。さよなら。うわすごい。